あれやった時はみんな静かにして、みんな抜けてたりしてね、教室を。いやいやいや、誰も言ってくれない。でまあ、堀内さんと高橋さんのお話伺ったんですけども、ね、このまあ臨死体験の中でも体外離脱という部分がまあ現象を意味する。早見優が訪れたのはアメリカバージニア州にあるモンロー研究所。ここでは人間の持つ意識を究極にまで高める研究をしている。その研究のプロセスの一つが体外離脱実験だという。実験に参加するティナさんの被るキャップにはあらゆる脳波をキャッチする装置が取り付けてある。意識のレベルが次第に上がっていくことを専門用語でフォーカス番号が上がるという。普通の意識が働いている状態をフォーカス1とすると、体外離脱するためにはフォーカス22以上に意識を高めなければならない。ティナさんはこれまでしばしば体外離脱のレベルまで達した。フォーカス22では幻覚状態に陥る。ティナさんはさらにその上まで意識を解き放つのだ。ティナさんと外の世界をつなぐのは音だけである。音のイメージによってティナさんはどんどんレベルを上げていく。10分経ったところでティナさんの脳波に大きな変化があった。なんかいろんな形のものが見えるって言ってるんだけど、とても抽象的で私には分かんない。喋り方もだるくなってきたから今フォーカス22を通過してる。感情の動きを伝えるセンサーが乱れ始めた。すごい。なんか今交通事故に前に会った人とティナさんは会って話コミュニケートしてるみたい。その人かな、23歳がどうのこうのっていう。多分その人はなんて言うんだろう、まだ引っかかるものがあって、そのエリザベスっていう名前の人で、地球とその死に行くまでの間に引っかかっちゃってるのね。エリザベスの今名字を聞いている最中です。ティナさんは完全に体外離脱に成功した。そして今魂の世界で誰かと交信している。13日か18日何があったのか。この事故は2月13か18日に起きたみたい。今年の皆さんと交信しているのは交通事故で亡くなった人物の霊らしい。エリザベス・モーガンという23歳の女性がこの2月13日か18日に死亡したというのだ。早速追跡調査を始めた。 Is Claude Bryan related to you in any way? Could it be your husband or? Could it be my husband? Yeah. Oh, it was. Okay. And has he passed away recently? Yes, he has. I see. Okay. Well, if 電話の相手はエリザベスの母親だ。交通事故で死亡したのはエリザベスの父親だと分かったが、娘を思うあまりティナさんにエリザベスと訴えたのだろうか。間違いなく、しかし体外離脱は証明された。ティナさんは早見優に体外離脱実験を受けることを勧めた。彼女に意識を自由にする素質があると断言した。怖いよ。脳波の伝達をよりスムーズにするため、特殊な液が注入された。これまで約600人近い人たちがこの実験室で試みた。
そのうちの 65% が対外離脱を経験したという。早見優はどのレベルまで意識を上げることができるだろうか。完全な静けさの中で早見優は意識のレベルを高めていった。自我を解き放すところまで上がっただろうか。何か見えてきただろうか。How is this feeling now? Good. Describe this beach. Beach. It's funny because observing. 感情の動きを示すセンサーに変化が生まれた。果たして早見優は対外離脱のレベルまで行ったのか。私が画面で見た限り、彼女はフォーカス12から15へはいけませんでしたが、12のレベルは保っています。私はその初心者向けのフォーカス12というレベルにしか行けなかったんですよ。この初心者とベテランってのがある、あるみたいです。やっぱり意識を高めるそのメディテーションをし慣れてる人は、瞑想ですか、はやっぱり割とこうヒュッと行きやすいんです。はあ、何回か訓練ってのはおかしいけど、まあ、していけばやがてそのレベルが上がってって。そうです、なんかね、ふわーっと気持ちいい状態になって、なんか寝てるような起きてるようなで、何か見えるような気がするんです。でその時にティナさんに何が見えますか、マイクがこのぐらいの近さなんです。だから割とそのなんていうんですか、そう、そうつぶやいて力を使わずにこう話せるような状態になってるんですけど、何が見えるのかなって聞かれて、何が見えるのかって、そこに意識すると全部真っ暗